はい、で今日ね5月の12日なんですけど、前回のねプリプリホワイトに引き続きまして、あ、違う、もちもち太郎に引き続きまして、プリプリホワイトっていうスイート系のねトウモロコシの苗を植えに来ました。でまた本数はねこじんまりとしていて、全部で12本です。2、4、6、8、12ですね。はい、でまあ植え付けてもらって、今ね水あげたのかな、その終わった後ですね。はい、ちょっとね畝作るのはやっぱりね、私の足ではねすごい向き不向きで、あの難しいだと思ったので、今日はねトウモロコシの方は、同行者の方に任せて、私はねずっとさやいんげんをねひたすらもいで、今ねすごい山盛りね収穫しております。でもね、あのまあ、見てわかるかわかんないんですけどね、ちょっと人差し指とね親指のあたりがね今もうちょっとブヨブヨしてね、あの赤く腫れ上がってますね。痛いです。はい、まあそれはいいんですけど、とりあえずねちょっと植え付けが遅くなったんでね、まあちょっとスイートコーン系はね軸が細いですし、葉っぱが黄色いのがちょっと目立つんで、色もね少し葉っぱ薄いような気もするんですけども、こっからね水切らさないようにして、地植えでね管理して、これからね、丈夫に緑色のね葉っぱがどんどん生えて大きくなってくれることを祈ってます。はい、そのわけでね今日はねプリプリホワイトのね植え付けが終わりました。